スのウィンドガードのマッチアップ、反対サイドレイアレンからのパス、ロビンソン、ここですよね。一つロビンソンをリーチがね、リーチなんですね、違うんですね、はい、今度は早い攻撃バックス、最後まで行きました。レイアレンが遠くからではなく、ここですでにプレーオフ進出は決めています。特にウエストのチームには背の高いビッグセンター大勢います、はい、オフェンスがまだ残ってますよね。イバーソンの外からのシュートは外れました。レイアレン、レイアレンはこれで4点。このロビンソンですよ、リンチがどれぐらい守れるか、はい、あっとアイバーソンのディフェンスすごい。レイアレン、アイバーソンがね、はい、パス1つ決めました。コロニーが1分切っています。ティム・トーマス外からのシュートを打ちます。レイアレン、ジョンソン、いやジョンソンも射精率いった、最後まで行くか、パスアウト、アレンが来た、レイアレンスリーポイント。ここら辺なんで大打ちになってましたけど、あの人のリバウンドの貢献大きいですね。第1クォーターだけで10本リバウンドを拾いましたムトンボです。ロビンソン決めた、このロビンソン攻めになるか、オースティンがボールが手につかなかった、しかしまだボールバックスを持っています。レイアレン、ちょっとかかってきた時の、はい、あこれさっきのレイアレンのレイアップショットですね。勝負どころにかかってきた時の、残り時間がなくなってきた、スリー、あー来た、レイアレンブザービーですから、このゲームで何としても勝ち勝ったかったことでしょう。オルソン、シュートを入れられたとして、レイアレン17点目、思いもよらなかった5連敗、はい、しろっていう声援だったんですね。そうでしたね、はい、ここで試合が